今日、あ、はい、おしぼり持ってくる。何ですか？YouTuber さんです。 YouTuber じゃないよ、ちゃんと中国さんだから。僕見てますよ、YouTube。 僕の紹介がそういうのがつまんないんだよ、お前よ。何回も出てるのにさ、面白いこと言えねえのかよ、お前。面白いこと、そんなのお客さん見てると興味ないから、そんなの。もっと面白いことよ、面白いこと。なんか最初からこうやって入ってくるのアウトだったな。はい、ちゃまるで太もいやー、柏のラーショでネギ味噌だ。本日2022年10月の3日、昨日ついにあの柏のラーショがオープンしたということで、今日はその2日目の方に行ってみたいと思います。なんでも昨日は100人ぐらい並んだとか聞きましたけどね。柏の駅の東口を出てもうまっすぐです。じゃあそれはすぐ見えんじゃないの。とりあえず行ってみましょう。いやっこのユース頑張ってっかな。多分まだいっぱいいっぱいなんだろうけど、頑張ってほしいですね。あ、なんかうまいっていう文字が見えた。これだ。よし、はい、それでは行ってみましょう。ラーショカシはネギラーメン、正式名称は何なんだろう。さまざまな事情からオープン予定が伸びに伸びてやっと開店。メニューはこんな感じです。穴が開くほど見てください。推しはネギ味噌ラーメンということでした。コテコテラーメンが食べてみたいな。つけ麺なんかもあるんですね。あ、まだやってないのかな。ネギ丼もおすすめだそうですね。あと餃子も始まるみたいですよ。ラーショ行ったらネギ味噌食っとけってよく言われますよね。うん、でライスもつけます。王道屋ですもんね。はい、ネギ味噌ラーメンとライス1150円になります。店内やっぱりオープン2日目ということもあって当然のように綺麗です。ネギ推しですね。卓上は王道屋譲りですね。涼しくなってまいりました。でも汗をかいています。暑かったんだよねこの日ね。厨房の中に清水社長がいるとピリッとした空気なんですが、まあ、ゆうすけくんをはじめ他の従業員なんかともなんか和気あいあいとやってる感じもしてね、いい雰囲気でした。とそこへのんきに眺めていたら清水社長からこんな一言が。緊張感をほぐすことができたんじゃないかなって思ってますけど、一番緊張しているのは自分なんですよね。なんか緊張するんだよね、やっぱ社長いると。ご飯が届きました。お化粧していきましょう。ラーショでもご飯をお化粧する。なぜならこれがあるから。胡椒ですね。パッ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 。ライスに胡椒、豆板醤、あ、まあ赤いやつ、唐辛子だっけ、豆板醤だよ。でお酢を回します。お酢を回します。お酢を回し、お酢を、お酢、お酢。出ねえじゃねえかよ。お酢を回します。お酢を、ああ、もうほら、もうそういうことになる。どうも慣れない、このラーメン酢の入れ注ぎ口がもう慣れない。これ、さっくり混ぜます。これがね、酢飯になって、すごく美味しいんですよ。味噌ラーメンと酢飯って合うかね。ああ、今、刻み生姜。で、マヨを、じゃあ、かけすぎるぐらいがちょうど良い。はい、完成。はい、登場しました。ラーショカシはネギラーメンの登場です。だんだんだん、辛みのあるネギですよね、これってね。いわゆるあんまり詳しくないですか。油ちゃっちゃ系ですか。うまそう、もううまそう。うちのチャンネルでもラーメンショップさん一回お邪魔したことあるけど、それではいただきます。柏ラーショさんはいかがでしょう。スープドロドロ、これドロー、
ね、油が浮いてますね。美味しそうですね。噛み締めるタイプの油ですね。一口目はよく分かんなかったです。でも味噌の味はちゃんとします。それは味噌ラーメンですからね。ドロ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 、体をこの油が駆け巡る。うん、ざっくりうまいです。麺いってみましょう。長いよな。あ、そうでもない、細麺です。これ固めとかもできるのかな。味噌ラーメンです。味噌ラーメンです。基本的に味噌の味がちゃんとします。いやっ、なんかね、ほんとごめん、それしか言うことねえんだ。美味しいですよ。あ、オンザライス、はい。味噌ラーメンのオンザライスっていうのはこれまたうまいですよね。毎日君の作った味噌汁が飲みたいんだ。結婚してください。まあちょっと差し込んどきますけど、いわばこれ僕朝一食目ですからね。朝食みたいなもんですけどね。ちょっと違う。ラーショといえばネギです。味噌ラーメンにはこの辛いネギが合うっていうことでした。でこのネギにもなんかいろんな、あのほら熊の手とかなんとかっていうのあるらしいですけど、これにここの鹿島のラーショのネギにその熊の手云々がどういうのが使われているのか僕には分かりません。あの他の人に聞いてください。なんて動画だ、本当に。あ、ね、そう、わかめ緑ね。あ、まだ今触っただけか。ラーショといえばわかめですよね。でもネギやっぱあると美味しいですね。ジャキジャキしてるしね。いやっ、そしてラーショといえばこれも有名、わかめちゃん。わかめもちょっと混ぜてみましょう。ネギとわかめと麺をこうぐるーっと巻く感じ、でかかったんですね、これ。ちょっとね、乗せます。乗せようかと思ったけど食べます。乗せたら多分あの丼からはみ出るぐらいになっちゃうと思ったんで、この時は食べました。そう、熱いの、めちゃくちゃ、あの一口熱かった。お水欲しかった。そしてライス、マヨネーズありがとう。まあここはあの柏のラーショですが、一応王道屋も兼ねているので、王道屋といえばやっぱマヨネーズがあるからライス必須みたいな気もしますね。ラーメンがあるからライスじゃなくて、マヨネーズがあるからライス必須。なんか僕はそんな感覚もあります。混ぜて混ぜて、わかめがあってネギがあって、より一層味噌汁感が出て、だから味噌ラーメンでしょう。いやっ、ステッカー作ったの。なんかペラペラペラって貼ってみてるんだよな。あ、よかったらどっか、いいな、ご自宅の冷蔵庫に貼ってもらわないと。あの、貼ってよ、あげるわ。いやいや、ご自宅の冷蔵庫に貼って。社長のね、うちのコメント欄に書かれた。社長のおでこにステッカー貼るのいつですか。早く貼った方がいい。なんかさ、テイク2だからさ、その前におかしいよな。
完全に打ちのめされました。もうザオリク代わりのチャーシューいきましょう。乗せます。海苔もここで1枚しかないやつですけどね。はい、乗せます。巻いて巻いて、手巻き手巻きチャーシュー。肉を見ると一口で食わなきゃダメですよ。はい、美味しいチャーシューでした。これなんか口の中でボロボロほぐれてく感じ、なんか味も染みてて、味噌ラーメンとチャーシュー幸せですね。多分燻製じゃなかったです、よく覚えてません。でも美味しい俵巻きができたんでね、皆さんもやってみてください。ご飯の上に乗っけたの刻み生姜もポイントになってますね。これマヨネーズ、刻み生姜、ネギ、あれこれ、おいよ出た。宴の時間も残りわずか、ラストスパートといきたいところですが、これを入れましょう。ネギもジャギジャギ、刻み生姜もジャギジャギ、そして生姜のさっぱり感でどう変化するのか。ほぼ黄色、味噌も黄色、生姜も黄色、麺も黄色、わかめは緑だが、こう麺で巻いて麺で巻いて麺で巻いて、ガッシャガッシャに混ぜて、油もこうね拭うようにこう一緒にまとめて持ち上げたいと思いますけれども、さあどうだろう。ちゃんまるは味変に成功した。やっぱり刻み生姜は本当にいい仕事をする。どんなラーメンにでも合うんじゃないこれって。ラーメンだけじゃなくて、この刻み生姜を使って生姜焼きとかやったら最高なんだろうね、きっとね。あ、そっか、券売機にあったあの餃子、あれにも合いそうですね。楽しみですね。本当皆さんも柏ラーションに行かれた際にはぜひ刻み生姜をお忘れなく。綺麗にいただきました。締めの儀式、お酢の登場でございます。あ、今度はちゃんと出ましたね。勢いよく傾ければいいんでしょうね、多分ね。さあどう味変するでしょう。上下左右、下上右左、左右下上右左上。はい、今のはファミコンのドルアーガの塔のタイトル画面で、今のコマンドを入力し、2コンの B と左を押しながら1コンの A と下を1回押すんですね。そしてコンティニューを選んでスタートを押すと、なんと60回まで一気に登れちゃうという幻のコマンド。30年以上前にこれやってたんだけど、未だに覚えてるんですね僕ね。何の話だよ。それではごちそうさまでした。次回はコテコテラーメンにチャレンジだ。余は満足じゃ。右を見る、左を見る、もう一回右見る。マスク外します。というわけで柏ラーションさん行ってネギ味噌ラーメン食べてまいりましたけれども、怖い、ディレクター失格だ、演者としても失格だ。しかしなんであの人はあのカメラを前にすると強くなるんでしょうね。すごい武器だよ。平皿持ったらレベルが上がるとかなら分かるんだけど、カメラの前に立つとあの人は強くなる。もうタジタジ、本当はあのお金を出す時に手震えてましたけど、あれガチな震えでしたから、ね。まあ肝心のラーメンの方は、美味しい味噌ラーメンでした。ネギまみれです。ネギうまかったな確かに。スープにザブッとつけて、火を入れたネギ。スープもまあ美味しかったです。
ゆうすけ頑張れ。メニューにあったあと醤油も食べてみたいし、あのコテラーメン、コッテリラーメンも食べてみたいなと思ってますけどね。もう一回行こうかな。ということで、これからも美味しいと面白いを求めて旅を続けたいと思います。それでは。次回、ちゃんまる子が社長のほっぺにチュー。嘘です。またお会いしましょう。